Hey guys! 限界アメリカ暮らしでも車遊びがした男、ミヨクです。本日はですね、世界最大の渓谷と呼ばれる、グランドキャニオンに行ってみようと思います。ご存知の方も多いかと思いますけど、私ミヨク、現在、単身赴任でアメリカのテネシー州というところに住んでおります。そして、テネシー州からグランドキャニオンのあるアリゾナ州までは約1600マイルほどあります。本来でしたら飛行機で行く距離なんですけど、僕は車で、安全運転で向かっていこうと思います。ちなみに僕はですね、グランツーリスモ4というゲームでグランドキャニオンの存在を子供の頃に知りました。ゲームの中で初めて見た時はゲームの中の世界だと思っていたんですけど、後に実際にある景色だということを知って、それ以降ずっと自分の目で見てみたいと思っておりました。ですので本日は非常に楽しみです。移動に約2日ほどかかるんですけど、早速出発していきます。はい、それでは、家を出発してから30時間ほど経ちました。そして車を1500マイルほど走らせて、事前に予約しておいたモーテルに到着しました。今回こういった宿泊施設に泊まるっていうのが初めてだったので、英語もろくに話せない僕がうまくできるんだろうかとちょっと心配だったんですけど、無事チェックインすることができました。今晩はこちらでゆっくりと体を回復させて、明日からがっつりとグランドキャニオンの観光を楽しんでいこうと思います。はい、それでは皆さんおはようございます。あれから一夜が明けましてですね、ぐっすり爆睡して、体力を回復することができましたので、今から早速グランドキャニオンの方に向かっていこうと思います。で、昨日はもうずっとひたすら砂漠を走っていたんですけど、だんだん近づいてるんだなという実感が湧いてきております。楽しみです。はい、それではですね、モーテルを出発してから、だいぶと走りました。そして高速を降りて、今はグランドキャニオンへと続くこの一本道をひたすらまっすぐ走っております。グランドキャニオンを観光するためには、35ドルの通行料を払う必要があります。一度通行料を払いますと7日間有効になっているそうです。はい、いよいよ料金所が近づいてまいりました。はい、今料金所の渋滞に並んでおります。もうすごい車です。いよいよ自分の番が近づいてきました。プライベートビーク。Ah, no. This is first time. Yeah. See you. なんとか、なんとか帰ったぞ。はい、それではようやくグランドキャニオンの、ビジターセンターに到着しました。あらかじめある程度予定は立てていたんですけど、こういったハンドブックももらいましたので、こちらで改めて予定を立て直したり、時間がもう昼前ですので、お昼ご飯を食べたりして、それから観光の方を楽しんでいこうと思います。はい、それではお昼ご飯も食べましたので、今ビジターセンターから徒歩で5分ほどのところにある、マーサーポイントというところに歩いて向かっております。いやー、今からいよいよ目の前に絶景が広がると思うとすごく楽しみです。ちょっと今足を負傷してて痛いんで歩くのが大変っちゃ大変なんですけど、もうそんなの関係ないぐらい楽しみですね。いよいよここですかね。5分もかからないぐらいで到着しました。もうすでに少し見えていますね。いやー、これめちゃめちゃすごいですね。あまりにも雄大すぎて全然声が出ないです。本当にすごいなとしか言いようがないぐらい、さっき5分ぐらいもう 何も言葉が出ずにずっと見とれていました。はい、それでは先ほどのマーサーポイントはちょっと人が多すぎたので、次に、ヤバパイポイントというところに向かっております。いやー、もう本当に声が出なくなりますね。そして、こうして歩いている時も、横の方はずっと岩が繋がっております。すごいですよね。
今岩場を実際に歩いております。いや転ばないように注意しながらといった感じなんですけど、おおっとっと、もう少しでものすごく見晴らしのいいところに着きそうです。はい、岩の先っぽまで来ました。いやこれ今カメラ越しで見ているとそんなに迫力がないように見えるんですけど、実際ものすごく深いです。もうこれ落ちたらひとたまりもないですね。いやーすげー。ちなみにあちらにいる彼にさっき写真を撮ってもらいました。とても親切な方でした。それではですね、あの後お土産屋さんを見たりなんかして、楽しんでおりました。そして今夕日を見るためのスポットに移動しております。僕が夕日を見たいなと思っているスポットは、自家用車で行くことはできなくて、専用のシャトルバスで行く必要があります。ですので、今車を駐車場に停めて、バス停の方へと向かっている最中です。はい、それでは今シャトルバスが出ているバス停の方へと到着しました。僕の後ろに見えてるかと思うんですけど、すでにものすごい人が待っております。いや早めに来て正解でした。はい、それでは、無事シャトルバスで、ホピーポイントというところまでやってきました。そしてバスを降りて反対側がザザッこんな感じです。はい、後ろはもうものすごい崖です。いや結構これ怖いです。まあ、もちろん安全には配慮して、一歩手前で止まっているんですけど、いやーすごいなー、いやほんまに来てよかった。はい、それでは道ボスまでまだまだ時間があって暇ですので、今トレイルコースを歩いております。まあ、こうして歩きながらどこかすごくいい夕日の撮影スポットなんかを見つけれたらいいなーなんてちょっと浮かれたこと考えております。いやでも標高が高いので本当に涼しいです。これはもしかしたら日が暮れたらすぐに寒くなっちゃうかもしれません。まあ夏なんで大丈夫だとは思うんですけどね。はい、それでは先ほどのホピポイントから、徒歩で、このモハベポイントっていうんですかね、モハブポイント、ちょっと呼び方わからないんですけど、こちらまで来ました。夕日をピマポイントっていうところから見たいんですけど、今からですとちょっと歩いていくと間に合わないかなという心配があるのと、足が疲れてきちゃいましたので、ここからまたシャトルバスに乗って向かいたいと思います。あー、シャトルバスが行っちゃったー。あ、くそー。はい、残念なことにですね、ちょっと英語がよくわからなかったんですけど、なんか天気の都合なのか何なのか、ここから西に行くことはできないと言われました。ですので、先ほどのホピポイントに戻るか、今いるこのモハベポイントで夕日を見るか、どちらか選択しようかと思います。いやー残念。まあ、ただ、まだ日没まで時間はありますので、なんとか夕日をきれいに見れるポイントを探そうと思います。はい、あれからちょっと今息上がってるんですけど、ちょっと小走りでここまで来ました。それでは時刻はいよいよ、夜の8時前となりました。もう少しで夕日が沈んでしまいます。当初予定していたポイントとは違うところから夕日を見ることになってしまったんですけど、まあ、おかげで自分の足で探してこう穴場的なところを見せて、もう周り誰もいません。もうなんか自分だけがこの夕日を独占できるような気分ですごく幸せです。もうめちゃくちゃ夕日が眩しいです。あーたまらんな。はい、もう間もなく夕日が沈んでしまいます。いやーもう半分ぐらい崖にこうかかってきておりますね。いやー切ない。でもこの切なさがすごくたまらん。今、言葉にできない、感情がいろいろとあるわけなんですけど、それをまあもちろん言葉にできないので文字にすることもできないです。ただこうして動画を残しておくと、何年か経った後の自分がこの動画を見て、あこの時こうだったなって思い返せると思うので、本当に、動画に残してよかったと思います。あーもう見えなくなっちまう。あーもう完全に見えなくなっちまった。はい、それでは完全に日が暮れてしまいました。いやもう本当にこの切なさとエモさが混ざって、いやすごく良かったです。本当に来てよかったなーって、いやそれ以上にも生きててよかったなーって思うぐらい、
おー、すごいです。それでは、今からシャトルバスに乗って、再び、車を止めているところに戻っていきたいと思います。そして今夜は、どこかこの国立公園内で車中泊できそうなポイントがあったら車中泊しようと思います。いやー、英語喋れない上に無計画で来るのはなかなかあれですねまあでもなんとかなるし、それにいい景色が見れたので、まあ、OK です。大満足です。はい、皆さんおはようございます。今は、朝の4時45分です。もうすぐ日の出といったところです。昨日、グランドキャニオンに到着して、最初に訪れたマーサーポイントというところに今また徒歩で向かっております。よっしゃ、誰もおらん。はい、なんとか日の出前の、マーサーポイントに到着することができました。いやー、日の出前のグランドキャニオンもすごくいいですね。今時刻は5時20分。もうそろそろ太陽が出そうなところです。そして空もだんだんとこう赤くなってきました。ものすごく幻想的です。さあ、いよいよ半分ほど見えてまいりました。はい、いよいよ太陽が昇ってまいりました。もうすぐですね、もうすぐで、完全に太陽が、出終わります。もうほとんど全て出ておりますね。はい、それではもう完全に太陽が上がってしまって、さっきまではこう赤みを帯びていたんですけど、もう赤みもそれほどなくなってしまいました。はい、それでは日の出から1時間ほど経ちました。もう太陽も完全に上がってしまって、辺りもすっかり明るくなってしまいました。昨日の夕日に続いて、日の出まで、がっつり見ることができて本当に良かったです。いや、めちゃくちゃこう太陽を浴びるのが気持ちいいです。もうこれから多分観光の人がだんだん増えてくると思いますし、僕自身は朝起きてからまだ何も食べておりませんので、一旦車に戻って朝食を食べたいと思います。はい、それでは休憩もできましたので、今からこちらのブライトエンジェルトレイルというところを、下っていきたいと思います。トレイルコースですね。今までは上から、見ていたんですけど、今度は下の方に降りていって、下からの景色を楽しみたいと思います。一応いろいろコースがあるみたいなんですけど、今僕はここにおります。一番最後の方になりますと、もうキャンプ前提で、コースが作られているらしいですので、1.5 マイル先にあるレストハウスというところを、目標に行こうかなと思います。はい、今歩き始めてから5分ほど経ちました。いや、もうすでに上から見ていた景色とは違って、いや、すごいですね。感動です。あそこに鹿ですかね、なんか動物がいますね。さっきの動物を発見しました。しかも2頭いますね。こいつらは人間に攻撃とかはしてこないんでしょうかね。そんなことにとってもし襲われたらもうひとたまりもないんですけどね。それではですね、トレイルコースの方はですね、栃木県にあるいろは坂のようにストレートヘアピン、ストレートヘアピンっていう感じで、徐々に下っていっております。はい、出発してから50分ほど経ちました。やっと休憩小屋、多分僕が目標としているところだと思うんですけど、休憩小屋が見えてきました。はい、それでは出発してから約1時間ほど経ちまして、目的地だった休憩場所に到着しました。いやー、もう下から見るグランドキャニオンがもうめちゃくちゃ絶景です。もう上からの景色とはまた全然違いますね。すごい、本当にこう今自分が自然の中にいるんだなって実感させてくれます。まあ今後の人生でここに来ることがあるのかどうかはわからないですけど、しっかりと、頭に焼き付けて、そして動画でも残してしていこうと思います。リスがいます。すごい、近づいても逃げていかない。かわいいな。早い早い。はい、
それでは最初の目的地に到着したらもうそのまま引き返そうと思っていたんですけど、なんかもっと先に行きたいなと思って、少し進んだところにすごい絶景ポイントがありました。それでは見てください。じゃじゃーん。いやー、どうですかこれ。この四方が全て崖なんですよね。そして下の方を見るとあの辺りにトレイルコースが見えるんですよね。多分あの辺りはもうキャンプ前提で行く人たちが行くようなところなんだと思います。はい、それではものすごい絶景を堪能できましたので、スタート地点まで戻っていきたいと思います。下から見るとこんな感じですね。降りるときは1時間で降りてこれたんですけど、帰るのはもっと時間かかりそうですね。はい、それでは出発から1時間20分ほど経ちました。いやー、もう息上がっちゃってるんですけどね。もう間もなく到着しそうです。やっとスタート地点が見えてきました。いやー、にしてもすごい。めっちゃ下の方から上がってきた。よいしょ。はい、最初に出発した時に映した看板のところまで戻ってきました。すごい疲れたけど達成感があります。それではお昼ご飯も食べまして、今回のグランドキャニオン旅行の、最終の、目的地に到着いたしました。それがですね、じゃじゃん、あちらです。ウォッチタワーと呼ばれるタワーになります。古代の民族が建てたやつらしいですね。いやー、すごい。ちなみに、ビジターセンターからこちらまでは、約25マイルほどで、まあ、30分ちょっとぐらいで、車で来ることができました。すぐ近くに駐車場も併設されております。はい、行列に並んで無事ウォッチタワーの中に入りました。こんな感じです。お土産屋さんとかもあるみたいですね。さあ、いよいよタワーを登る時間がやってまいりました。結構長いことを待ちました。果たしてどんな景色が待っているのか楽しみです。あと一つ上がれば屋上に行くんでしょうか。すごく楽しみです。登ってこれる一番上なんですかね。階段があるんですけど、この階段より上に行っちゃダメみたいですね。すごいですね。ウォッチタワーの屋上までは登れなかったんですけど、なんて言えばいいんですか、2階あたりにあるベランダというのか、なんていうか、そういったところに降りることができました。いや、ここからの見晴らしもものすごくいいですね。はい、それでは、予定していた箇所すべてを、回ることができました。小学生の頃からずっと行きたいなと思ってたグランドキャニオン、ついに来ることができました。もう本当に良かったです。ものすごく感動しました。そしてこの先、ここに来ることがあるのかどうかは、わからないですけど、こうして動画に残せたので皆様に見ていただけることもすごく嬉しいですけど、自分の思い出として記録に残すことができて良かったと思います。はい、それでは本日の動画はいかがだったでしょうか。今回は移動で2日、そして観光でも2日、そして帰宅するのにもまた2日、合計で6日間の、長旅でした。
初めて片道で2500キロ以上のドライブをしたり、初めてアメリカで宿泊施設に泊まったり、グランドキャニオンの観光以外でもたくさんの思い出ができました。そして2日かけてグランドキャニオンをがっつりと観光できて、日の入りと日の出も見れたので本当に良かったです。グランツーリスモ4で遊んでいた小学生の頃からの夢、無事に一つ叶えることができて本当に幸せです。そして今回僕は一人で行って、すごく感動したんですけど、周りは結構家族連れなんかが多かったです。ですのでいつかまた、今度は家族と一緒に訪れて、感動を分かち合うことができたらなと思いました。それでは今回は、長い動画になってしまいましたけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。